皆さんこんにちは。2021年賃貸管理士取説解説講義第2回講義を始めたいと思います。担当はレック専任講師の友継です。どうぞよろしくお願いします。さてそれではですね、今回はこちらのところを見ていきたいと思います。テキスト36ページにあります個人値保証というお話ですね。はい、こちらに関して見ていきたいと思います。さあ、この個人値保証、2020年にも出題されたということでですね、はい、これからですね、結構この個人値保証に関しては出題もしかしたら続くかもしれないというところになりますので、ぜひぜひね、この機会にマスターしていただければというふうに思います。さあ、この個人値保証何なんですかっていうお話なんですけれども、例えば誰かがじゃあ1000万円の、借金をしたとします。でそれの保証人になりましたという場合を考えてみてください。ね、誰かが1000万円を借金しました、ね、でそれの保証人になりましたって言ったら、じゃあその人が負わなければいけない責任の範囲ってどのぐらいですかって言ったらば、それは、その1000万円と利息ぐらいですよね。はい、利息が負わなければいけない範囲だということになってくるわけですよ。1000万円の借金の保証人になりましたっていうふうになったらそうなりますが、じゃあ例えばですね、はい、賃貸借契約を結びますと、ね、どっかね、アパートかなんか一室誰かが借りますと、言った時にそれの保証人になりましたっていうふうになった場合を考えてみてください。さあそれでは、その人が責任を負わなければいけない範囲はいくらですかってなるわけですよ。さあ考えてみてください。そう、当然のことながらいくらかわからないプラス利息ですよね。そう思いませんか。そう、賃貸借契約の保証人になりましたっていうふうになったらば、そう、いくらかわからないプラス利息なんですよ。どういうことですかって言ったらば、だって考えてみてください。その人が家賃を何ヶ月滞納してるんですか。それによってやっぱりここの額って変わってきますよね。1ヶ月だったら1ヶ月分でしょうし、2ヶ月だったら2ヶ月分、3ヶ月だったら3ヶ月分ということになりますよね。そう、家賃を何ヶ月滞納してるかがわからないじゃここが確定しないし、それだけじゃないですよね。家賃だけじゃないです。例えばじゃあその賃貸借契約を結んでいたその賃借人がね、どこか夜逃げをしてしまいましたと。で夜逃げをしてしまってね、じゃあガチャっていうふうに、ちょっとね、家を見てみたらでも本当にね、もう家の中を荒らしまくっていて、いやこれはもうちょっとそのままでは次の人に貸せないよっていうような状態になっていた。そうしたらやっぱり原状回復とかもしなければいけないわけですよね。でその費用とかもね、もう夜逃げとかしてたらもうその人に請求することできないから保証人のところに来るわけじゃないですか。その原状回復の費用いくらですかって言ったらもう本当にね、わからないっていう、もうね、その部屋を相当荒らしまくっていたっていう風になったら相当な金額がここに加算でくるってことになるわけじゃないですか。それプラス利息ということで本当にいくらになるのかが全くわからないっていう状況になってくるわけなんですね。でこのように、はい、ここの部分がわからない、こういう保証のことを値保証というふうに言います。でそれがですね、ここに書いてある将来発生する一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証っていうふうに書いてありますけど、それは何かって言ったらば、家賃の滞納というですね、将来発生する一定の範囲、家賃の滞納とか現状回復とかですよ。その人が例えばね、全然違う買い物をした、それの保証人とかにはなんないわけじゃないですか。賃貸借契約に関する、保証人ですということで、一定の範囲には入りますよね。賃貸借契約に属する例えば家賃と現状回復とかですね、そういった一定の範囲に属する不特定の債務、そう不特定なんですよ。どれだけ増えるかよくわからないという、これを主たる債務とする保証のことを値保証というふうに言うんですね。で値保証の中で法人ではなく個人が保証人になる場合を個人値保証というふうに言いますと。はい、ですので個人値保証って何ですかって言ったらば、個人がこういった保証人になるということになります。はい、じゃあ
ね、保証契約を締結して保証人となる時点で主たる債務の金額はわからない。そう、さっきのさ1000万円の借金の保証人になるって言ったら、それはここが1000万円だってことはわかるわけじゃないですか。でも今回は賃貸借契約のっていうことですから、まずここが全然わからないっていう状況になっていく。だからそう、保証人となる時点では主たる債務の金額がわからない。だからそう、負担の上限を定めないと保証人はどれだけ責任を負うのってことになっちゃいますよね。ですので個人寝保証契約ではこちらです。保証人が支払いの責任を負う金額の上限、極度額を定めるように義務付けました。そう、この極度額を定めてくださいねという、そういうお話になります。でこの極度額、要するにここです。責任を負う範囲の条件ですから、そう、これと利息とか全部含めてです、その元本と利息と全部含めていくらまでっていう、ね、全部含めていくらまでっていうこの、ね、限度額みたいなもんですよね。この極度額を定めてくださいということになります。はい、例えば極度額が100万円だったとします。極度額が100万円だったとしたらば、例えばもうここが110万円だったとしたら、110万円プラス利息なんで、まあ120、30万かなと思いきや、極度額が100万って決まっていれば、その人は100万までしか責任を負わなくてもいいですよっていう、その保証人は100万円までが、ね、責任を負う範囲ですよっていうふうに、なるわけです。これが寝保証、個人寝保証の考え方です。まずここまでよろしいですか。はい、個人寝保証契約では保証人が支払いの責任を負う金額の上限、これを極度額と言いますけども、この上限を定めるように義務付けました。そしてこれを書面にして契約しなければ個人寝保証契約は無効になります。はい、個人寝保証契約はこれ、ね、極度額を定めて、そしてこれを書面で契約しなければ無効ということになっていきます。まずここまでよろしいでしょうか。でですね、これ先ほどから言ってる通り、そう、個人寝保証、個人寝保証、個人寝保証というふうになって書いてありますよね。そう、ということで法人ではなくと書いてあるところから何がわかるのかというと、いいですか、法人が保証人になるのであれば、法人が保証人になる場合には、これって極度額は設定する必要はありません。極度額を定める必要はないということなんですね。はい、あくまで個人が保証人になる場合です。個人が保証人になりますよっていう場合にちゃんと極度額を定めてください。でそうじゃないと、はい、極度額を定めないとこれダメですよ、無効になりますよっていうようになりました。よろしいでしょうかね。だから法人が保証人になる場合には極度額定める必要がないので、だからまあなんて言うんですかね、その債権者側から見ると、債権者側から見ると、まあつまりね、賃貸借契約だったら、まあ大家さん側から見るとね、保証人は個人がなるよりも法人がなってくれた方が嬉しいってことですよね。個人がなるっていう風になったら極度額定めなきゃいけないので、でもね、法人が、保証人になりますみたいな感じだったとしたらば、これは、はい、例えばね、いわゆる保証会社とかが保証人になってくれますとか、そういうんだったらもう極度額とかを定める必要はないので、まあやっぱり法人が、保証人になった方が、まあ大家さん的には嬉しいですよねっていう、まあそういうお話ですね。はい、それではその下のところです。さあ、ここから先ちょっと細かい話なんですけれども、まあせっかくね、こういう動画講義ですので、こういうところまでちょっと見ていきましょう。では参ります。はい、個人寝保証契約について、次の事由があった時にはその後に発生する際は保証の対象外、つまりこれ元本の確定というものが起こります。はい、個人寝保証契約についてこういうことが起こりましたよってなったらば、その後に発生する際は保証の対象外となります。まず見ていきましょう。1番目、債権者が保証人の財産について強制執行または担保権の実行を申し立て、それらの手続き開始決定があった時というふうにありますね。
はい、ここにあります通り保証人の財産について、はい、強制執行または担保権の実行を申し立て、それらの手続き開始の決定があったとき、それから保証人が破産手続き開始の決定を受けたときというふうになりますと。はい、そして次、主たる債務者または保証人が死亡したときというふうにありますけれども、はい、主たる債務者または保証人が死亡したときというふうにありますね。はい、さあここで見てほしいのがですね、まず1番から見ますと、保証人の財産について強制執行または担保権の実行を申し立て、それらの手続き開始決定があったとき、2つ目、保証人が破産手続き開始の決定を受けたときというふうにあって、そう、この上2つには主たる債務者が入ってないというところに着目してください。はい、上2つに関しては主たる債務者が入ってません。保証人だけっていうことになりますよね。でこれは何でですかって言ったら、上2つは何で主たる債務者が入ってないんですかって言ったらば、例えば、主たる債務者の財産について強制執行しましたとかですね、例えば、ね、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けましたって言った時であったとしても、これってまだ契約が続く可能性があるんですよ。で契約が続く可能性があるので、そうした時に元本確定っていう風にしてしまうと、その後何の保証もないってことになってしまうんですよね。その後何の保証もないっていう風になってしまうので、それはちょっと都合が悪いでしょうってことになっていくわけですね。はい、ですので、ここの2つに関しては主たる債務者が入っていないというところを確認取っておいてください。この上2つに関して、そうだから下の方は主たる債務者入りますけども、ここに関してははい、主たる債務者が含まれていません。そこは、確認を取っておいてください。よろしいでしょうかね。はい、主たる債務者入ってるのはここだけですよっていうところにも、注意をしておいていただければというふうに思います。はい、さあ、これが個人寝保証というお話ですが、いかがでしたでしょうか。でこれね、本当にまあやっぱりこれからやっぱり品質する可能性はあります。なんでですかって言ったら、なんでこの資格って賃貸不動産経営管理士じゃないですか。やっぱりね、メインは賃貸借契約じゃないですか。で賃貸借契約の保証人ってやっぱり寝保証なんですよね。ということになりますので、やっぱりそういう意味ではですね、この資格ではやっぱり出やすいっていうのはやっぱり事実です。そういう意味ではね、ですので、まあ、ちょっとね今回こういう感じで、整理をしてみましたが、まあぜひねここで個人寝保証、まあねしっかり得点できるようにしていただければというふうに思います。はい、それではですね、まあ、今回はこの辺にて終了したいと思います。また次回の動画でお会いしたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。